はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、スギザリオというわけで、スギザリオ久しぶりにやっていこうかな。ちょっとね、なかなか最近やれてないんですけど、やっぱお、なんだ、いきなりすごいことになっている。がしかし、危ないれ、危ないよ、この激戦区。1位が1万9000のお部屋ですね。うんうわー、入れ食いだ。おー、ぶんね、あぶよ、あぶ、うふわし。あ、荒野行動だ。荒野行動やってみよっかな。やっぱり。ね、結構ね、配信とか環境を作れば、視聴者さんと楽しく遊べそうじゃないですか。まあ私ね、こういうゲーム得意じゃないんだけどね。FPS 的なゲーム。まあやり込めば上手くなるかもしれないしね。わー、わー。もうなんだこの展開は。特にね、今日は何も考えないで、ワンプレイ何回縛りとかプレイスタイルを変えるとかはやらないで、もう喋れてないけど、まあ1位を目指すと、まずね。うわ、巻かれそう。大丈夫か。まあ、1位を目指しつつ、目標の10万っていうのもちょっと狙っていきたいですね。そんな感じでいきましょう。ふむ。どうしようかな。最初ね、1回目結構運良かったんだけど、ちょっとね、ギュイーンがね、できない状況からスタートだったかな。あそこでうまくギュイーンから入れたら、ちょっともうちょっとうまくやれたかもしれない。まあ、言うてはね。多分正面衝突事故して速攻で死んだ可能性もあるけど、なんとも言えない。ちょっとまだね、なんかね、風邪気味なのかよ。ああ、でも風邪気味かな。ちょっとお腹痛かったりとかしてるんで、なんかしんだけど風邪ですね。まあそんな感じなの。ちょっとね、ゲフンゲフンっていう感じの、ね、まあ咳は多分出ないと思うんだけど、結構喉のね、詰まりじゃないけど、まあ、そんな感じでね、っていう感じのね、やつをやると思うんですけど、その辺はお許しください。ということで、一つ。さて、どうだろうな。今の集中力、何歩ぐらいやろうね。うわ、ってか結構でかくない？まあ私がちっちゃいからなんだろうけどね、まだ。なんかすごくでかく感じる、周りの存在を。本当に一番でかい人が2万とかなのか、この部屋はって思うぐらいね。ていうか最近スキン増えました、もしかして。なんかさ、あんまり見覚えのないスキンがあるような気もする。まあ私が基本この単色カラーっていうか、こういうのしか使ってないから、まあなんかね、色が複数のなんかカラーリングがバリエーションがね、なかなか、なんて言ったらいいんだ、カラー複数の色ってなんていうの？単色の反対、複色。なんていうんだ？あれ、なんか言葉が出てこないな。なんかもっといい言葉あったよね。なんやけな。複色やなくて、なんだ複色って。服のあれかみたいな感じだけどね。仕事の種類は複色デザイナーですみたいな。なんつったっけ？カラーリング。なんていうの、多色ってなんて言う、なんて言うんだろう、多色って。メニーカラーなあ、ほな、普通に多色でいいかもしれない。日本語で言うなら多色の人がいるねみたいな。まあ気にしている。私探しいのよ。その程度じゃ僕を巻くことはできない。残念だったね。さてどうしようかな。ちょっとどっか仕掛けていきたい気持ちもあるんですが、もう少し大きくなってから何する。わあ、どうしようかな。なんか美味しいところないかね。美味しいところ、うわ、やっぱなんかこんな色ありました。こんなさ、右隣の人みたいな色。ちょっくっそ、はめられた。くっそ、
あんな色、あ、そうか、今スキン見てみればよかったのか。その手があったね。次落ちたら、一回スキン見てみましょうか。もしかしたら追加スキンが来たのかもしれないね。そんな気もする。まあ、そろそろ気持ちを変えて、スキンを変えるてもいいかなっていうのもあるからね。いや、なんかやっぱ見覚えのないスキンが多い気がするんだよな。で、こんなさ、レインボーみたいなやつありました？すんげえ。カラフル。そう、カラフル。カラフルでいいじゃん、カラフル。それそれ、今でやっと出てきた。カラフル。カラフルですね。ああ、いい。短くて表現できる言葉っていいよね。便器。明らかにスキンが増えてる気がするよ。この間やった時もちょっと思ったんだよね。多分口には出さなかったと思うけど。さて。いや、あんまなんか喉がね、喉の調子が良くない。まあ、逆にこういう時だからこそ、ちょっと普段と声を変えてね、やっていくってのもいいかもしれないんだよね。これって、てかこの声って自分じゃどういう声になるのかわからないんだけど、だから逆に動画化してみて聞いてみるのもいいかもしれない。しばらくこの声でやってみようか。いや、この声絶対聞き取りづらいやろ。どうやろ。疲れないよ。おいおいおい、今の疑惑の判定やぞ、今のは。声戻っちゃったけど。いや、じゃあ、もう少しこの声だ。いや、やるじゃない、ミコ。変なの来た。効果音とは裏腹だよね。絶対あのオーバーハンめっちゃ切れとるやん。あんなヒャ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 とかって感じじゃないよね。ビルドは3、もしかしてこれ作れるようになったってこと？おお、自作できるようになったの。これ前からあったんかな。だからみんなカラフルなんだ。ははーはー、なるほどねー。これ面白いね。どうしよう、試しに作ってみようか。ポン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 。ああ、はいはい。あ、すごいね。あ、すっごいこれ。あ、すっご。このさ、星みたいな何？ああ、この気持ち悪くなるやつね。やめよう。いや、これさ、シンプルにさ、いいんじゃない？このさ、頭から全部一個ずつやってみようぜ、試しに。てん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 。ほい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 。すっごい。終わった。できた。これが俺だ。ああ、あんま綺麗じゃないな。あ、面白い。え、これいつから？前なかったよね。多分あったら多分気づいてるはず。一通り最初は手探りでやってたはずだし、てかもともと手探りなんだけど、いろいろ画面のやつとかは手探りで見てたはずだからね。これでもさ、絶対被る人いるよね。絶対同じこと考えるやついるよ。と思うんだけど。あ、でも意外といないかもしれない？もしかして。1位が26000。これさっきの部屋か？なんか見覚えあるよね、名前が。でもう一回ちょっと声を変えてやっていこうかな。実際ね、自分の声ってわからないじゃないですか。だから動画で撮った時に、どんな声か見てみたいと思う。いや、この声おかしいやろ。おかしいやろ。いやー、なんか、てか喉の調子良くないとか言ってんのにさ、若干喉に負担かけるようなことする？あー、ナイスーナイスー、やばいやばい、なんてとこに入ってしまったんや。これや、うますぎる天才。相手よ、天才であると。いいね、実に最高だ。どうでしょう。あ、似てる。似てはいないか。でもここまでカラフルなやつとおらんちゃうこれ。これは着ている。やっているの貴様。意味がわからないね。逆にこんなんかさ、この喋り方やるとなんかさ、中二っぽくなるんだよな。なんか知んないけどね。なぜか。それはなぜか。わからない。まあ、声ってやっぱさ、声を作ろうとしてるとさ、やっぱなんか、
あるよね、なんか演じてる感っていうかさ、なんかさ入るよね。だからセリフまで、なんかセリフというかさ、喋りまでさ、なんかそういう狙っているな貴様、うん、そういうとこ出てくるよね。なるほどね、スキンが作れるようになったのか、これ楽しいやないですか。新しい要素、お怖い。さてどうしよっかな、もうちょっとなんか仕掛けていこうか。あんまりグダグダしたくはないのだが、声真似とかね、まあ声いろいろ、多分私いろんな声出せると思うんだけど、人のあんま声真似とかしたことないんだよな。なんかあるかな。まあ若本さんとかはたまにやるかもしれないね。フグトくんみたいな感じのやつ、うん、これやれるんじゃない、ういーす、ブルーみたいな感じのやつ。あ、際どい。あ、そしてまた来ましたね、これ目が痒くなるやつ、痒いというか痒いたくなるやつね。あれ顔洗ったよね俺、たまにあの顔の油的なやつがこうさ、うん、来ちゃってさ、なんかちょっと目に入るのかな、それで多分お目目が痒いたくなるやつね、多分それだと思うんだけど、あと多分ちょっとね風邪気味やから汗かくんかな、多分そのせいもあると思うんだけど、あんまり長期戦できないな。ぜひこのゲームにポーズボタンを入れてほしい。いや無理だな、常にオンラインで動いてるのにポーズボタンなんかあるわけないわな、それは無理だ君、無理だね。いやーでも長くなってくるとすーげーカラフルになるねこれ。あーおもろいねこのカラーリング、何も考えないで作ってるけどさ、ほんとただ単に並べただけなんだけど、うわキモ気持ち悪い、ムカデみたいのおるやん、めっちゃキモい、めっちゃなんやけど、わ似たような発想のやついるぜ、お仲間や、お仲間やで、お仲間や、めっちゃ同じ発想。うわでもみんな面白い、だからそっか、だからこんなみんなさカラフルなのが出てきたんだねなるほどね、そりゃあれだわ、あー面白いな。でこの激戦区すごいな、もう鑑賞会やねこれね。あーえ当たんの、嘘、かすめたんやんけど今、マジマジで、これ俺がつけるの、あ、これ、あ、これ君の名はなのか、入れ替わってるからってことね。君の名は結局これ見なかったんだよね。なんかね、一応そのテレビバージョン、まあもともと映画の方見てないから、劇場版見てないからあれなんだけど、テレビ版の方でなんか追加があったらしいとかって聞いたんやね。まあね、見る機会があったら見てみようとは思うんだけどね、泣けるらしいし。まあ私ね、こんなん言うのなんやけど、涙もろいんで、大体感動ものとか見ると普通に泣きますよ。無理だよね、耐えられない。うん、まあ、結構気持ちのいい泣き方ができるやつはいいけどね。結構さ、すっと、うり、くそ。今逆にやったろう思ったのに。さ、ストーリーとか聞いてさ、でも結構さ、ネタバレとか、まあ、ネタバレない方が衝撃とかインパクトはあるかもしれないけど、まあ、ネタバレとかね、知らん、ネタ知らんでも、逆や。ネタ知ってても、ね、なんかもう感動できるっていうか泣けるみたいなのは。これやれるで。やったったで、おい。やったったで、おい、神か。はい、というわけでこんな感じで今日は荒野行動の実況をしてみました。嘘です。スリザリオでした。はい。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。皆さんもよかったらぜひね、このスキンを作ってみたらいかがですか。ビルドアスリザーやってみてください。お疲れ様でした。